はい、ハンマケの本家のハンマヨ先生です。ですね、前にも何回も話しておりますけどね、人間というのは単なる今日肉食生物ですね。肉食、ただの肉食生物というのはライオンですね。で、人間っていうのは全部ね、今日肉食生物ですね。道具を使って奪って肉を食べる。っていうのは100%です。ですからね、汚いとかね、力負けたらもう汚いとか、また盗みとかね、されても、汚いとかそういうのないんですよ。もうそれはもう、こっしゃってまして、今日肉食でしょ？道具を使って盗むのが人間の仕事なんですね。で、法律だろうと契約だろうと力が弱かったら、ね、効かないんですね。守んない。当然守んないですね。で、それなんでね、じゃあ、それをよく知っとかないといけないですね。で、仕事はじゃあ、どういう仕事したらいいかというとね、人間たち今日肉食生物だから、ね、やられないようにということで、まず労働の仕事は絶対しないようにということですね。労働の仕事をしたらもう体弱いから、今日肉食生物に食われてしまいます。だから医者の仕事もダメだし、重労働のね、仕事もダメだし、配達業なんかはもう本当に食われちゃうんでダメだし、工場なんかで働くなんていうこともダメですね。労働は一切しないんですね。ということなんですよ。人間に今日肉食生物に食われてしまうわけですね。そうするともうおしまいなんで、体が動きがね、労働をやるともうめちゃめちゃ弱くなりますから、そういう仕事は一切生まれてから入らないということですね。そうやって学歴で勉強しとくね、若いうちにね。それは大事ですね。もう一生ね、戦いになりますから、人間たちが今日肉食生物でね、負けると食われちゃいますからね。で、汚いとかそんな問題は当たり前だし、それを欲しますからね。ね、人間たちは。だから、汚いとか言うのはちょっとおかしいとか、もう関係なく、単なる今日肉食生物。やられたら、ね、食われて殺されてしまうわけですね。人間たちとかそういう生物です。単なる野生にいる肉食よりか怖いんですね。道具使いますからね。道具を使われてね、武器とか使われてね、戦って負けたら食われちゃうわけです。だからこっちも武器持ってないとダメなんですね。そういうことで、汚いなんていうのは、それ言う人っていうのは汚いんじゃないかな。そういう感じですね。そんなことでね、大事なことで、還暦になってね、いろいろ、いますけどね。私なんかも全然人間たち法律聞きませんからね。私のところに泥棒来て盗みしたって捕まえない人間は力強いから、私がね。で、私が捕まえないと抑えないとダメなんです。で、共犯がいて人間全員がやってきたかったら、人間全員を首絞めないと罪になりますでしょ。それで抑えないといけないわけですね。団体で来たって関係ないですよ、全然。どんどんね、処分が増えるわけですよ。私の場合はね、攻められないと大体、攻撃とか泥棒とかじゃないけども、来なければね、肉食生物が襲ってこなければ何もしないですからね、大体ね。来てきたら、ね、全部罰金を取ると。いうのが
人数もかかってきますから、じゃあ一人の泥棒をみんながね手助けしたなんて、手助けした人間たち全員、人間全員っていうんでね、これ罪じゃない。でそれ全部捕まえればいいわけでしょ。だから首絞めてますから、いくら人数増えたって関係ないんです。上の生物だから、人間なんか上の生物だから、生物って宇宙全体で生きてるんですよ、ね、人間同士はそれはないけど、私は貴族の上の生物でしょ。で地球に私しかいないし味方いないだろうって言ったって、宇宙に行って宇宙全体で、宇宙はね全体で生きてますから、生物はね、もっと多いわけですよ人数は。だから人間全員首絞められるわけですね、罪のね、罪があるやつ、結局罪者が増えるだけでしょ。で人間たちってバカだからね、それ知らないんで、一人のね犯罪者を今度やっつけたい人だからって全員でね護衛にかかるわけ で人間全員がまた罪がついて首絞められてって、何回もやってんだけど、私責めてんだけどね、分かんないよね、何度もやってんだけど、だんだん人間が全部首絞められてね、生きれなくなってきたはずなんだけどね、分かんないっていうのが、ね、全然おかしいっていうんだけどね、麻酔かかったみたいに なるから、分かんないの、麻酔じゃないけども、原始的で人間頭悪いからここに罪だよなんて言ってね叩いたり、怒んないと分かんないんだよね、地位が低いんでね。まあだけど その辺は しょうがないだろう、分かっててとぼけてんだろうと思う。まあそんなことですね。どうも。